バレー軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点での人口は4647人で、軍庁所在地はオード。ネブラスカ州のナンバープレートで、バレー軍の車両は最初の数字が47になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を確立した際、バレー軍の車両登録台数が州内の軍の中で47番目に多かったからである。 アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積1478平方キロメートルである。このうち1471平方キロメートルが陸地で、6平方キロメートルが海や湖などの水地域である。総面積のうち0.42%が水地域となっている。2000年の時点での軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、 バレー軍には4647人、1965世帯及び1298家族が暮らしている。人口密度は3平方キロメートルで2平方キロメートルの平均的な密度に2273件の住居が立っている。この軍の人種の構成は白人98.15%、黒人0.15%、先住民0.32%、 アジア系0.11%、太平洋諸島系0.06%、その他の人種0.80%、根結0.41%で1.61%の人々がヒスパニック、またはラテン系である。バレー群に住む1965世帯のうち28.00%は18歳未満の子供と暮らしており、58.70%は 夫婦で生活している。5.10%は未婚の女性が接待種であり、33.90%は家族以外の住人と同居している。31.00%は独居で、全世帯の17.90%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.32人であり、家庭の場合は2.93人である。 軍の住民は24.70%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が4.80%、25歳以上44歳以下が22.60%、45歳以上64歳以下が23.90%、および65歳以上が24.00%となっている。平均年齢は44歳である。 女性100人に対して男性は91.70にみて、18歳以上の女性100人に対しては、男性は90.50に似る。軍の世帯ごとの平均収入は27,926ベイドルで、家族ごとでは35,571ベイドルである。男性の25,224ベイドルに対して、女性は17,217ベイドルの、 平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は14,996米ドルである。総人口の12.80%、家族の10.10% 10は貧困線以下である。18歳未満の子供の16.30%、及び65歳以上の12.70%は貧困線以下の生活を送っている。2008年10月の調査によると、 バレー軍には3287人の有権者がいて、そのうち59%が共和党支持者、31%が民主党支持者、9%が無党派だった。ありがとうございます。